私たち閖上の記憶は、震災の2年後となる2013年から毎年3月11日には追悼の集いを開催しています。天国にいる大切な人へメッセージを届けるため、自然に還る素材で作られた鳩風船に思いを託し、一斉に空へ届けます。ここ宮城県名取市閖上では、東日本大震災の地震による津波で一瞬にしてたくさんの命が失われてしまいました。生きたかった命がある、その方々が生きられなかった今日を、私たちは何を思っていけばいいのか、今後に生かすためにはどうしたらいいのか、ここ津波復興記念資料館閖上の記憶は、そんなことを考えるための場所になればいいと思い設立されました。宮城県名取市閖上地区、仙台市の南東部に隣接するこの地域は、震災の前には2500世帯5500人以上が暮らしていました。沿岸部の閖上は漁業が盛んで、毎週日曜日には閖上港朝市が開かれ、多くの人でにぎわいました。また閖上には日本一長い運河の堤山堀があり、ここに船を止めていた漁師さんもたくさんいました。私たちにとって、そんな当たり前にあると思っていた日常が、あの日突然失われることになりました。これは閖上中学校から閖上の街を見ている映像です。地震が起きた後、津波が街を襲う直前の様子が映されています。私たちが暮らしてきた宮城県名取市は、2011年3月11日の地震と大津波によって大きな被害を受けました。名取市では923名が亡くなり、この閖上地区は最も被害が大きく、およそ750名が亡くなり、現在も38名が行方不明のままです。流出した家屋は名取市で3930軒、公民館、消防署、郵便局、小学校、中学校、すべてが失われてしまいました。3月11日の夜、閖上中学校にはおよそ800人が逃げ込み、閖上小学校にはおよそ1000人が眠れぬ一夜を過ごしました。翌朝になると水は少しずつ引いていきましたが、行方不明の肉親を探す人たちは街をさまよい続けていました。こうして私たちはたくさんのものを失い、大きな心の傷を負ってしまったのです。避難所の暮らしは厳しいものでした。たった一枚の段ボールを仕切りにして、たくさんの人たちが不安な日々を過ごしていました。2011年11月、中学校に通う子どもたちを亡くした遺族らで、閖上中学校遺族会が立ち上がりました。
代表の丹野優子は、当時1年生だった息子、浩太が生きていた証を残したいという強い思いがありました。そして遺族の皆さんと共に慰霊碑を建立しました。慰霊碑には亡くなった14人の子供たちの名前が刻まれています。訪れた人たちがその刻まれた名前に触れやすいようにと丸みを帯びた形にしました。この慰霊碑を守る社務所として設置したのが閖上の記憶です。震災翌年の2012年4月22日に開所しました。名取市に事務所があった NPO 法人地球のステージ代表の桑山典彦さんが閖上の記憶の開設を支援してくれました。現在その慰霊碑は閖上小中一貫校の隣接地閖上プラザ内に設置されていますが、いつでも誰でも入れるスペースになっています。角がなくなるくらいにたくさん触って、いつも温かい慰霊碑にしたい、そのぬくもりが慰霊碑や先に行った子どもたちに届きますように、そんな気持ちが込められています。ぜひ皆さんたくさん触れてください。閖上の記憶の館内ではいろんなことを行っています。閖上中学校遺族会は定期的にここに集まり、情報交換を重ねています。時には東日本大震災のご遺族だけではなく、大切な人を亡くした方々もここに集まります。悲しみによってつながる人たちがいてもいい、そう教えてくださったのは、日航ジャンボ機墜落事故のご遺族 8.12 連絡会の宮島邦子さんでした。人が集い、これからのつながりを大切にしたいと思っています。閖上案内ガイド、語り部講話など、命の大切さを学ぶ拠点、主に修学旅行や校外学習、企業研修、家族で、大学サークル、卒業論文を書くために、さまざまな目的で人が足を運んでくださいます。これからも私たちは自分たちが経験したことを未来に生かし、学びながら生きていこうと思っています。そのためにこの閖上の記憶を長く続けていきたいと望んでいます。午後2時46分ちょうどお知らせします。黙祷。私たちは閖上の記憶で共に学ぶ仲間を募集しています。あの日を経験して知った命の大切さ、明日が来ることは決して当たり前ではないということ、そうしたかけがえのない大切なことは失ってから気づいたのでは遅いということ、そんな学びを共にする仲間たちを私たちはクルーと呼び、講演会や研修を通じて共に学び、歩んでいく時間を一緒に過ごしていきたいと思っています。ぜひと思われる方は、帰りがけ閖上の記憶の番人にお申してください。今日はようこそお越しくださいました。ぜひあの日閖上はどんな状況だったの、あの日あなたは何をしていたのと私たちに話しかけてみてください。そしてあなたのあの日のことも話してもらえると嬉しいです。ここは誰でもあの日を語ることができる場所です。
ー